王子軽便鉄道は、北海道苫小牧市の王子製紙苫小牧工場から、千歳市ガラス作米の千歳川上流に設けられた、自社工場向け水力発電所や四国湖半島を結び、発電所の建設資材や四国湖周辺の森林資源を運搬する目的で付設された、軽便規格の専用鉄道である。貨物輸送のための鉄道であったが、後に一般客扱いも行った。 1904年9月、経営不振に陥っていた王子製紙は、業績不上を新工場に求め、これを設立する最適地を、苫小前村に定めた。工場のための発電所の建設地へ、建設資材を運搬するにあたり、当初は馬車軌道を伏設したが、発電機などの大型機械類運搬に対応できないため、直後に蒸気機関車運転に変更した。その後、 四国湖周辺にあたる前山陸の五両林からの木材運搬にも使用されて、1935年には年間20万国以上の輸送量を記録している。また発電所の建設に合わせ、千歳川下流へと終点域は移動した。旅客扱いは関係者やその家族等に限り当初より行われていたが、1922年からは四国湖観港の機運を受けて、 一般乗客を受け入れ、修学旅行などにも使用された。また、1936年頃からは、四骨湖対岸の未敵から、古城運搬船を経由した千歳鉱山の近郊石運搬も行っていたが、第二次世界大戦後、市内から四骨湖湖畔に向け道路が整備されるにつれ、トラックや苫小牧市営バスなどの自動車の通行が、始まると苫小牧から、 四国湖までの所要時間が軽便鉄道で1時間45分に、対し、バスやトラックは約45分と1時間もの時間短縮が見られたため、旅客も貨物輸送も急速に自動車に移行し、道路の整備からさほど間を空けずに廃止に至った。なお廃止にあたっては東鉄道に従事していた人員を自社バスの運行要員に転換している。小牧市民は海側に付設された苫小牧 京弁鉄道を通称、浜線、山側に付設されたこの専用線を通称、山線と呼んで親しんでいた。2020年1月、四国湖畔に王子京弁鉄道、山線湖畔駅が開館した。1922年7月22日、摂政宮港大使が四国湖へ向けて山線の苫小牧駅を出発された時の様子。 この時の機関車の同型の4号機が貴賓車とともに、現在も保存されている。1922年7月22日、摂政宮皇太子が、四骨湖畔駅から千歳川の目標を渡り、王子製紙別邸へ向かわれる様子。目標を渡って敷かれている軌道が確認できる。1970年代に山線の路盤を自転車道として改造し、現在も共用している。 苫小コマイ・シコサイクリングロード及び、北海道道872号シコ湖公園、自転車道線である。当線用鉄道の苫小コ駅は、山線苫マコ駅あるいはターンに、山線駅と呼ばれ、国鉄苫小コ駅の駅裏室蘭寄りにあった。市街地の北側を斜めに抜けて、お手根と呼ばれた台地へ向けて、カーブを切り、北海道大学園修林を右手に見ながら、 高級と呼ばれる、傾斜地を登り切るあたりが6マイル地点で、ここには無人駅があったが、ここまでの勾配が前線で一番急なため、後に輸送量の増加に伴い、機関車への補給のために交換設備が設けられた。ここより12マイルまでは、間小前川と遊仏川支流の夕触れ川に挟まれた、緩やかな登り勾配の台地で、左手に樽崎山を望む薄像とした、 警出林野局のご両林の中をまっすぐに敷かれていた。13マイル地点にはご両林管理小屋があり、周囲には何県かの集落があった。分岐点で発電所へ向かう本線から湖畔へ向かう、支線が分かれるが、支線と本線を結ぶ連絡線によってデルタ線を形成していた。千歳川第一発電所は、四国湖の流出河川である千歳川への 流出口近くに園庭を設け、そこから取水した川水を同管で発電所へ送っていたが、直接送らずに発電所手前に調整地を設けて、水量変化に対応していた。この調整地を水たまりと称し、その東側には発電所関係者の住宅地が作られていた。ここから発電所が建てられている地と瀬川川床まで100メートル以上の渓谷になっているが、 その川沿いにも住宅が立ち並んでいた。分岐点から湖畔へは、千歳川沿いに敷かれていて、第一の滝とその上流の発電所、取水応援帝との間に滝の上という無人駅が設けられて、ここには後に、緑明橋が架けられている。湖畔駅は当初、千歳川流出口近くに架けられた、トラス橋を渡って、現在の四国湖温泉街側に設けられていたが、 昭和時代初期に橋を渡らずそのまま湖岸に沿った位置に変更されている。すでに1907年に四骨湖周囲五両林の伐採許可を受けていた王子聖子は、イカダによる湖面輸送で旧駅側に設けた荷上げ場に集積し、貨車に積み込んだ。また後には、新駅側に千歳鉱山の専用布団も設けられ、側線が敷かれていた。この沖合に、 防波堤が設けられていたが、現在では水面下に没している。一番列車は、苫小牧駅と第四発電所駅の双方から同時に、発車。山線鉄橋2015年10月15日撮影山線鉄橋は、四骨湖から千歳川が流出する地点に架か,かる、歩道橋で、北海道で現存する、現役最古の鉄橋である。英国製200フィートピン構造橋で、 1899年に、北海道関接鉄道上川線の砂川駅、滝川駅間の空地川に第一、空地川橋梁として架けられたが、1923年頃に、架け替えられた際に、王子製紙に払い下げられ、1924年に王子京弁鉄道の橋として、四国湖畔に移された。鉄道廃止後の1967年に王子製紙より、 千歳市に寄贈された。1995年から解体修復工事が行われ、1997年から歩道橋として利用されている。千歳市指定有形文化財。2018年には日本土木学会選賞の土木遺産に認定されている。ありがとうございます。